最後のコースシドニーからメルボルンまでおよそ1000キロをダットさんは用心深く走りました。美しい南半球の冬の太陽が照り輝くメルボルンの郊外に到着したのは9月7日の昼近くでした。汚れた車の泥を払い落とし、メルボルンのゴールに向かってダットサン富士号は快適に走りました。ゴールには6万5000の大観衆が待ち構え、カンコのどよめきを持ってダットさんを迎えました。出発の時の鯉のぼりがまた勇ましくダットさんに翻りました。ダットさん富士号は A クラスで見事に優勝、桜号も立派に全コースを走破しました。初めての国際レースへの参加、そして優勝という夢にも思わなかった事実に直面して、選手たちの目には感激の涙がきらりと光りました。19日間のあの言語に絶する苦闘が一瞬にして吹き飛んでしまいました。晴れの表彰式、片山監督以下、奥山、難波、大谷、美縄の各選手、喜びの一瞬です。退任を果たしてほっとした選手たちは、帰国前のひとときをシドニーの港で船遊びに楽しく過ごしました。